ずに聞いてほしいんだけど、ジャンは強い人ではないから、弱い人の気持ちがよく理解できる。それでいて、現状を正しく認識する。立体起動装置を使った兵士は見つからなかったようだ。一体誰が？さあな、今はこの後の新兵勧誘式の方が心配だ。入団しようって推挙の新兵がどれだけいるのか。なあエレン、お前の同期にうちを志願する奴はいるのか？いますよ。いや、いましたが今はどうかわかりません。集合！支度を急げ。紹介に出るぞ。はい。おはようございます、リヴァイ兵長。いいかエレン、俺から二馬身以上遅れるなよ。てめえがうろうろできるのは俺が監視しているからってことを忘れるな。はい、行くぞ。巨人が怖くないからそう決めたわけじゃねえよ。それに有能な奴は調査兵団に入るべきだなんて言うつもりもない。俺は死に急ぎやろうとは違う。エレンか、あいつはとっくに調査兵団に入ってるんだよな。組んで整列、団長正面陣なれ。俺はな、誰かに説得されて自分の命を懸けてるわけじゃない。こればっかりは自分で決めずに務まる仕事じゃねえよ。私は調査兵団団長エルヴィン・スミス。所属兵団を選択する本日、私が話すのは率直に言えば調査兵団への勧誘だ。
今回の巨人の襲撃により諸君らはすでに巨人の恐怖も己の力の限界も知ってしまったことだろう。しかしだ、この戦いで人類はこれまでにないほど勝利へと前進した。エレン・イエーガーの存在だ。彼が間違いなく我々の味方であることは彼の命がけの働きが証明している。さらに我々は彼によって巨人の侵攻を阻止するのみならず巨人の正体にたどり着く術を獲得した。彼の成果があるシガンシナクの地下室には彼も知らない巨人の謎があるとされている。その地下室にたどり着きさえすれば我々はこの100年にわたる巨人の支配から脱却できる手がかりをつかめるだろう。地下室だと？もうそんなだけまで来てるのか。巨人の正体が分かればこの状況は。いくら兵士を集めたいからってそのことまで公にするなんて。それとも何か意図が。団長は一体何を見ようとしているんだ。脱却できる手がかりをつかめるだろう。地下室だと？もうそんな段階まで来てるのか。巨人の正体が分かればこの状況は。いくら兵士を集めたいからってそのことまで公にするなんて。それとも何か意図が。団長は一体何を見ようとしているんだ。誰も知らない巨人の謎があるとされている。その地下室にたどり着きさえすれば我々はこの100年にわたる巨人の支配から脱却できる手がかりをつかめるだろう。地下。エレン・イエーガーの存在だ。彼が間違いなく我々の味方であることは彼の命がけの働きが証明している。さらに我々は彼によって巨人の侵攻を阻止するのみならず巨人の正体にたどり着く術を獲得した。彼の成果があるシガンシナクの地下室には彼も知らない巨人の謎があるとされている。その地下室にたどり着きさえすれば我々はこの100年にわたる巨人の支配から脱却できる手がかりをつかめるだろう。地下室だと？もうそんな段階まで来てるのか。巨人の正体が分かればこの状況は。いくら兵士を集めたいからってそのことまで公にするなんて。それとも何か意図が。団長は一体何を見ようとしているんだ。地下室を目指す。ただそのためにはウォールマリアの奪還が必須となる。つまり目標は今まで通りだが、トロストクの扉が使えなくなってしまった今、東のカラデスクから遠回りするしかなくなった。4年かけて作った大部隊の航路全てが無駄になったんだ。その4年間で調査兵団の6割以上が死んだ。4年で6割だ。正気の沙汰でない数字だ。今期の新兵にも1ヶ月後の壁外調査に参加してもらうが、死亡する確率は3割といったところか。4年後にはほとんどが死ぬだ。しかしそれを超えた者が生存率の高い優秀な兵士となっていくのだ。
この惨状を知った上で自分の命を賭してもやるという者はこの場に残ってくれ。自分に聞いてみてくれ。人類のために心臓を捧げることができるのかを。以上だ。他の兵団の志願者は解散したまえ。団長、必要以上に脅しすぎではありませんか。一人も残りませんよ。俺たちはもう知ってる。もう見つまった。巨人がどうやって人間を食べるのか。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。そうか、みんないい表情だ。では今、
手に参加する。なあエレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。それは一体どういうことだ。違う、エレンはハエを叩こうとして。お前には聞いてねえよ。ミカサ、頬の傷はかなり深いみたいだな。それはいつ負った傷だ。本当らしい、巨人になった俺はミカサを殺そうとした。らしいってのは記憶にねえってことだな。つまりお前は巨人の力の存在を今まで知らなかったし、それを掌握する術も持ち合わせていないと。ああ、そうだ。お前ら聞いたかよ。これが現状らしいぞ。俺たちと人類の命がこいつにかかってる。俺たちはマルコのようにエレンが知らないうちに死ぬんだろうな。ジャン、今ここでエレンを追い詰めることに何の意味があるの？あのな、ミカサ、誰しもお前みたいにな、エレンのために無償で死ねるわけじゃないんだぜ。知っておくべきだ。俺たちは何のために命を使うのかを。じゃねえと、いざという時に迷っちまうよ。俺たちはエレンに見返りを求めて、きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。第57回敵対調査を開始する。前進せよ。彼らの前に突如現れたのは知性を有する謎の巨人だった。
50年、人類は初めて巨人から自分たちの領土を奪還した。多大なる犠牲を。
いる。